どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスターシャイニングパール実況プレイ始めていきたいと思います。さあではね、このHコの様子を見に行こうということだったんですが、ちょっと鋼鉄島行きたくて行きたくて仕方なかったんで、今話しかけたらどうやら行けるそうなので、先にHコ行く前に鋼鉄島乗っていきたいと思います。で、この道中で、まあ、リオル孵化させたりとか、まあ、いろんなことをやっていきたいなと思います。いや、イチコ遠いね。天眼山を越えないといけないんだね。まあ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 頑張っていきましょう。大変だけどね。ちょっと待ってね。よし、行きますか。こっち側からが出口だったんだな、確かね。OK。さあ、この鋼鉄島、何があるのか。ここは何もできないと。よし、あ、そうだ、水を俺入れてこようと思ってたんだった。お、出たよ、ゴローン。初手なんだ。絶対レンドラじゃダメだもんな、鋼鉄島絶対ダメだもんな、鋼鉄島のレントランはダメだよ。だから、まあ、初手、吹きの塔とかのがいいのかな。ん？あ、見つかっちゃった。見つかっちゃった。で。さあ、正義と勝負をしていくぞ。ルクシオ。え？なんで？どうして？やだって無理じゃん一応ゴローン連れてきたからゴローン投げますけど、じゃあゴローニャか。14、ここか。はい、ゴローニャ。スパーク、意味がないぜ。地ならし、死ぬが早い。いいね、かっこいいな、ゴロニャ。スカンプ、そのままいきます。確実に毒タイプだから、地面タイプの技でイチコロです。ほら、ベノムショック。毒やめてよ、マジで。危ねえぜ。怖っ怖っ。 OK っす、ナイス。ゴローニャ戦闘でもいいかもな、もしかして。あ、まあまあでも40になるまで行くか。まあ、鋼鉄島っていうだけあるからね。あ、ここは黒い鉄球。おお、お、ハガネール来い、ゴローン。レベル上げにはうってつけの場所かもしんないね、ここはいいね、レベル30か。この真ん中とかなんかありそうじゃない？ちょっと見てみるか。正解ルートではないけど、 RPG にはね、こういうその行き止まりのルートがあると、ちゃんとアイテムを見逃さずにゲットできると。ほう、まだか。これどっちが正解だ？下行こう。あ、オッケーオッケーオッケー。穴抜けの紐。ゴローン。ゴローンしか出てこんじゃん。んだよ、引きの塔。ここにね、この吹きの塔を進化させれるアイテムがあるらしいんだよね。だから行きたかったっていうのもある。ゴルバット、はい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 。あー、飲み物欲しくなってきたな。取ってこようかな。ココア作ろうかな。お酒飲むのもあり、この時間からね。
さて、あーそっちか、正解ルート。俺の中でのゴルバットがちょっとくしゃみ出る。バラ出ないか全然出んやん、くしゃみ。めっちゃ肌詰まってきた。うさ、あ、薬飲んでね、今日やらかした。この動画終わったらちょっと飲みに行くかな。シルバースプレー、でってってってっと、ういっすー。はい、何連れてきた君は。なんでよ、うざいってうざいってマジで。頼むよ、ガク。じゃあゴローニャ変えますかゴローニャもね、レベル上げないと。鼻かみました。岩落とし、ロックブラスでもいいじゃない。電光石火、はい、クライマーせいよと。おりゃナイス。うわ、キャンプガールはさ、こういう系統しか持ってないのか。チェリム入れ替えよう。うわー、炎技がいないよ、どうしよう。あ、クロバットでいこう。飛行技使えるからね。そんな感じなんだ、エアかった。うわ、耐えてきた。宿り木の種か、ムカつきますね。回復されるのにうっとうしいんだよな、これな。はい、終わりだ。お疲れちゃん。結構経験値もらえるんとちゃいますかこれ、チェリム。おお、いい、いい経験値。さあ、そして、お、外れのルートか。これ意味のない鉄鋼島だったのかな、じゃあ鋼鉄島だったのかな。そんなことないよな、さすがに。これは不正解ルートか。さすがにだよな。おー、下に行く。さっき左が不正解ルートだったから。わかんな、ちょっと待って。ここで出てくるのか。レゴローン。じゃあ、剥がれタイプ欲しい。あ、でも、結局、ルカリオを育てて使えば、剥がれ格闘だから。でもな、あの、白なんかルカリオを使ってくるから、まあ、欲しいな、ルカリオは。強えもんだって。あ、やべ、こっち正解ルートだ。いたわ、ルカリオ使い。だからちょっとこっち側見まーすのも絵に。そんな回避のされ方あるそんな回避のされ方ある。あ、いけないんだ。君は、おお、ゴローンとゴルバットしか出てこんな。なるべくこのパートで、この鋼鉄島終わらせたいから。ちょっとね。無駄な戦闘はしていかない。だけど経験値は欲しい。てれててれ、働くおじさんがこんにちは。働いたの？作業員の鉄人イワーク。いい、そうそう、そういうの求めてたよ俺。そういうの求めてたんだよ。ガト頼むぜ。ガトギガドレインワンパーン。いいね。
ハガネイル欲しいね。できればね。できたらハガネイルくれ。ゴロウ、いいひひね。そう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 。そういうのもっとちょうだい。おりゃ。強い。こんにちは。で、ピキカ満ちてる。ゴローン。そう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 。そしたらロゼリアでも戦えると。ピガドレイン。ええ。何？頑丈かお前。まさかの頑丈かよ。血ならし。いてだとしても効かないと。素早さが落ちていく。頑丈強いなマジで。はい、お疲れ様でしたと。さあ、いい経験値。1,584円。でけえ。はい、アイアンテール嬉しい。それは普通に普通に嬉しい。一回回復します。はい、うん、イワーク。俺イワーク捕まえてないよな、そういえば。まあ、だからちょっとここのターンで捕まえとくか。クイックボール。おりゃ捕まれ。うふっ、マジ嫌な音当たらない。頼む、あまり時間はないんだ。イワークさっさと捕まってくれ。12のウィー。嫌な音旦那いい。死んじゃうよマジで君。ちゃっちゃと捕まんないと。12のサンガリア。はい、オッケー。捕獲用のボールですからね。で、データが更新されて、はい、ボックスへ行けと。ボックスへ行け。お、これなんかあるでしょ、さすがに。ゴローン。そう、イワークね、捕まえたかったんだけど、全然捕まえれなかったんだよね。っていうのも出てこなかったんだよね、イワークは。ブロムヘキシン。やっぱりあったか。よし、戻ろう。でも本番ですよ、ここから。ここからダブルバトルに移行していきますからね。ういっす、こんにちは。君は？そう、三つ矢というのか、私はゲン。いつもここで修行する、物好きなトレーナーだよ。よかったら一緒に行こう。何やらポケモンが騒がしい。でれれれれれれ。こいつルカリア持ってんだよ。マジか、やっとぜ。おー。ゴロー2匹。ルカリオ。かっこいいよ。かっこいいよ。ルカリオ欲しいね、やっぱな。お、やりますか。あなたを倒せば灼連勝ね。お前に空手の怖さ叩き込んでやるぞい。怖いね。はい、やりましょう。チャーレム。え、どうしよう。格闘技なんだ。やだな。
今一つなんだよな、どっちも。変えるか変えるか、クロバットでいきましょう。お、ハッケイ、何今の技、全然見てなかった。冷凍パンチ、いい、やめてくれ。リベンジ、おほほほ、そっか、格闘入っちゃうんだな普通に。エアカッター、ナイス、強っやるじゃん。2匹連続に攻撃できるの強いなぁ、クロバット。やっぱりお、いいね。毒毒、あーいい、毒毒を覚えさせよう。成長、いや成長欲しいな。しびれ粉どう、エッジ75だもんな。ちょっと一回しびれ粉、あーこうだ、しびれ粉だ毒毒の方がね、汎用性はあるよね、絶対。どうだろうね。なんか75ってちょっともったいないよね、と思っちゃうかな。オッケー。ゴローニャ強っ。いくらくらいもらえるんだろう、君たち。1936円。だから800円くらいしか損してないってこと、君たち。うざ。おお。ゴロー真っ赤だよ。鋼鉄島っつってんのにな。ちなみにルカリオレベルなんだ、34か、34か。ハガネール来てくれ、ハガネール、ゲンかっこよ。なんかルカリオの映画とかあったよね、ポケモンで。あれ一回見たことあるんだよな。あーすげえエンカウントするわ。あーちょっと違うな。よいしょ。磁石、これなんかあるっしょ。鋼鉄プレート、はい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 。そのもの、時間、空間をつなぐ3つのポケモンを生み出す。何のことやらわからないですが、こっち側何かあったっけ。結構いるんだな、トレーナーね。あー広すぎ広すぎるよ、広すぎるよ。飛ばんで、お、ハイパーボールやり合おうぜ。あやべ、一人か俺、もしかして。やったわ、一人で戦うんだ。ゴロー、しまったかも絶対だってルカリオと戦った方がいいもんね。ギガドレイン、もうここでレベル上げしたりとかするんだろうね。無限でレベル上げできちゃうもんね、ここ。ゴーリキ、あーやべ、ゴーリキ変えた方がよかったな。独特クラ、あ、でもギガドレイン入るんだ。うわっ、怪力と疲れちゃった。あ、レベル40になってんじゃん。変えるか、ボローニャに変えましょう。よし、うわ、やっほー。
1280ゴールド買えますか、ボローニに。ういっす、3つ、3匹持ってんのお前。ズバッと、なんでこのレベル帯でズバッとしか持ってないのお前。はい、ボローニャ岩落としじゃけ、すごい。こっちは早いか。意外とボローニャって素早さ早いんだよな、高いというか。ゴルバット、ズバッとゴルバット、クロバット的な感じだな。岩落とし、何吸い取る、やだ。へい、シワーク、シワークかい、地ならし、うわさあ、まさかあの時捕まえた石すべてがここまで強くなると思わなかった俺も。このパートで終われるかな心配になってきたわ。でこっち側行ったんだよな。はい、テレテテレテレレテレ、こら、ここで遊ぶなら勝負してくれよー同じ格好かい。何持ってくるんだ、石粒で作業員。あー、これ地ならし一発ぶちかましてルカリオもやっちゃうってなっちゃうよな絶対な、これな。ごめんルカリオ、すまん。 OK です。まあルカリオは毎回起こしてくれ、あと俺が全部やっとくから。地ならし、ごめんルカリオ。何その技、あ、そういうことか、ルカリオが食らってんのね。いわくごめん、もう一発撃つね。地ならし、ドゥ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 、ごめんルカリオ、ほんまにごめん、ほんまにごめん。砂地獄、効果抜群なんだ結構入るね。出た、鋼エール。でもこれはさすがにやれるんとちゃいますかこれね。ダン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 、うわ、勝って鋼エール、素早さ下がっていく。氷の牙、あ、やばい、おい、硬いよこっちも。なに、なことある、ゴローン。やばいってそれは、ステルスロック巻いてくるんだ。まさか凍るなんて思わないじゃん。溶けろ、よしです、地ならし、うらうわ、鋼の硬いね。うわ、ちょっと苦戦してますわこの戦闘。ごめん、ゲンのルカリオどつき回しちゃったわ、硬くなる。
をどんどん打ちます。 OK、 結構経験値入るんじゃないこれな。おお、すっげえ上がる。いいじゃん。3000円でけえぞそれは。よし、こっちか。なーにー、お、これはね、なんだっけ、個体値がね上がってるあれらしいけど、だとしてもだよ、ね、正直ここでハガネイルとか来てるの熱かったけど、うわーマジで。捕まえてやんぜっつって。レベル33か。クイックボール行きましょう。なに、なんですって。じゃあゴルバット殺します。ハケイ、おい、はい、マジで君マヒルのマヒルのラオトシ、ナイス。うわ、一応君は使いたいっていうのはあるから、まあまあいいか、クイックボールでよいしょ。タビパだもん、タビパだから。おお、マジで OK、 いいよ、どんどん削ってってくれ。なんならもうスーパーボールでありせず、ハガネールは欲しいよな正直。そっか、ハガネ岩タイプだからか。スーパーボールでいこう。よいしょ、さすがに捕まるっしょ、こんだけ弱らしい。マジで OK、 じゃあここ殺すなよ、マジ殺すよ、頼むから。頼むから殺すなよ、やめてくれよ、頼むぞ。せっかくここまでいい感じに寄らせて捕まえるそのチャンスなのに、出てくんな、出てくん、お前バッカ、お前何出てくんだお前バッカ野郎、お前頼むて、頼むて、何倒してんだお前、俺頑張って捕まえてたじゃねえかよ。ガチかよ、なえる、なえる、出てこねえんだよこれな。ガチか、ここでハガネール捕まえれるのは結構なえるな俺好きなんだよハガネール。お、銀河団いる、なんで、なんで銀河団いるのなんで銀河団がいるの。まあこの動画ちょっと長くなってもいいか、とりあえずここ攻略して終わりたい。マックスアップだとしても、そこまで行かないといけないんだよな。出てこんねえハガネール、あー、せっかく俺の仲間になるとこだったのにハガネール。ハガネール強えのかな、じゃないんだ。どうやって行くんだそっち。こっちか。待て。何か。ああ、そういうことか。はいはい。おるよ。てるてるて。よし、終わるぞ、もう。結
鋼鉄島なぁ、せっかく裏で捕まえるか。ペリッパー、ポニーティング、岩落とし、ペリッパーだな、さすがに。発見、いいね、はい、ネス、お、わお、マジか、尻尾を振る、この技ぶちこまし、うんな、ナメプ、もしかして。追い風、あー、素早さ2倍にしていくんでしょ、これ欲しいな。ここはね、言おうとしてかな。はい、やけど、水の波動やめてくれ。うわー、頑丈、なに、怖い、それはダメだろ。ハケイ、頼むて、それはやっちゃいけないよ。ナイスレッドラー、動け動けナイス、さすがだよ。で、ユカリオやけど負ってるから攻撃力半減してるでしょ。フローゼル、かわいい、ウソッキー、ちゃんとケアしてんだなぁ、これ。そっかなぁ。フローゼル。そっ、こっちか。フロ、あぁ。ウソッキーに対して何もできないから、もうこっちかなぁ。君に頼るか。アクアジェット。残念。あ、でも頭いいね、君ね。オッケー。涙目。命中率とか？攻撃か。やばい、ルカリオが使い物にならんぞ、これ。波乗り。まあ、ルカリオ落としてもいいでしょう。噛みついていくわ。ごめん、ルカリオ。マジルカリオ、ごめん。やったね。お花摘みに行きたくなってしまった。おお、はばかみ。42レベル、強っ。はい、もう一丁。急所当ててきやがって、てめえ。ほほ、なんでハートが出てきた今。オッケー、地震きた、地震きたよ。ここかな、ロックブラストは使えるからね。ゴースト、波乗り、よしよし、全員レベル40くらいまでいったかな、これで。いいペース、いいペース、いいペースですよ。で、ここレントラー変えておこうか。ほらよ。なるほど、君たちがポケモンが騒ぐ理由か。この鉱山にどんな理由でも騒ぎを持ち込んでほしくないな。銀河団の俺らは全てのポケモンを奪うのだな、相棒。おう、ブラザー。というわけで、この寂れた鉄鋼島の
鋼鉄島のポケモン全部奪っちゃいます。すべての喜び、そして悲しみを分かち合う、それが信用に生きるすべてのトレーナーと、そしてポケモンの生き方だ。それを邪魔することは許さない。さあ見つけ、オーケー、任せとけと。40分くらい動画になりそうだね、これ。スバッとニャルマ、舐めすぎです。本当にそれで勝とうと思ってんのお前ら。スパーク、スバッと、オッケー、さすが、ちゃんと分かってるね、狙ってほしいところ。はい、スパーキング、え、グレックル、ズバッと。あー、お前ズバッとしか持ってないのか。お前もう一回不意打ちで、メタルク、そっち行ったか。もったいないそれ。ゴールバット、ちょっと考えて動いてくれるカリオ、頼むから。はい、研ぎ澄ます。おお、何を研ぎ澄ましたんだお前は。ルル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 いいね。毒好き、やめてくれ。よしよし、スパーク、決まらない。まだ研ぎ澄ましとんかお前。終わるぞ試合、研ぎ澄ましてる間に、研ぎ澄ましてる間に終わっちまうぞ。オッケー、読んどいた。怖い顔はいらんよ。カンプ、はい、スパーク、嫌な男。ここで欲望でしょ、防御か、ありがたい。それはよーし、誘爆強、それ強。ここは終わりだな。まいった、すごいコンビネーションなお前ら2人、そしてポケモンと相棒変えろぜ。だなブラザー、だいたい今銀河団どうなってるか分かんないぜ。君のおかげで助かったよ、よければこのボタンも。おっと、はい、 OK、 手持ちに加えますよ。ほいじゃあ、羽ばたく紙かな、そのままボックスへ。君と一緒にいてとても面白かった。私もいろんな場所で自分の力を試そうと思う。じゃあまた会おう。オッケー、ありした。ここにね、最後アイテム取って終わりましょう。え、ない、あったぜ、それそれ。よし、じゃあ次回ね、進化させるところから始めていきましょうか。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。